藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日は2024年3月30日ということになります。3月29日昨日ですね、ここまで半年間放送されてきました朝ドラブギウギがいよいよ最終回を迎えました。今日はこの最終週を見たところで、また私が、気にしているというか応援している、草薙剛さんの演技を中心にちょっと感想、まあ私の勝手な感想を5分とかからないと思いますが言わせていただきますので、どうぞ最後まで興味のある方、お付き合いいただければありがたいです。よろしくお願いします。その上で共感できるよというような方はチャンネル登録またいいねでその意思を表現していただけると私としてはありがたいです。なおですね、私自身は草薙さんのすごい熱狂的なファンとかそういうことではありませんで、前の動画同じようなのを1ヶ月前に出したんですが、内容は全然違いますけどね、出したんですが、その際も、ごく少数、大変不愉快であるというご意見もいただきましたので、何が不愉快かがよくわからないまま結構罵られた形でボンと来て、のがありましたけれども、そういう方はぜひ、ご覧いただかない方がと思いますし、それから内容にちょっと触れますので、これから楽しみに見ようと思ってたのにという方もご覧にならない方がいいかなと思います。それでは参ります。もうご覧になっているという前提です。朝ドラブギウギ最終週草薙剛氏の演技についてというところでお伝えいたします。あくまで私の勝手な感想です。今回やはり、前の1ヶ月前に出した動画でも申し上げましたが、ちょっとねわざとこう機械的なというか、芝居の、感じをヒューマンな感じじゃなくて、ちょっとね宙に浮いてドラえもんのようにこう宙に浮いたような芝居というふうに申し上げたんですが、これはやはり実在の人物でいうと服部良一という天才、音楽家、作曲家、この方のイメージを持ってきた羽鳥善一というキャラクターがあまり、この趣里さん演じる笠木静子をモデルとした福来スズ子との関係性で、あまりこうセリフをきちっと回して、僕は今こう考えてるよ、どうだよ、ああだよって言ってしまうと、ドラマのこう周りの弾みというかこう膨らみっていうのを失ってしまうから、わざとああいう風にしてんじゃないでしょうかという風に申し上げたんですが、多くの方に共感していただいてありがたかったんですが、問題はですね、今回いよいよ最終週ではそのことを明らかに意識してやってたって分かる作りになってましたね。趣里さん、大変講演をされてたと思います。趣里さん演じる福来スズ子と羽鳥善一の2人がどれほどお互いの心に影響し合って、ミュージシャンでありパフォーマーでありというお互いがどれほど、言ってみればこう一心同体的な精神構造の中で活動してたかというのがはっきり分かって、最後にその、羽鳥先生に福来スズ子がでもやめますと、私は理想の姿でもういられないからというような内容のことを言って、羽鳥善一が最初取り乱して、珍しく取り乱して、その後でその取り乱した自分を奥さんに、お連れ合いに言われたりしながら、これが石川美也子さんかな、すごく綺麗な女優さんですけども、に意見を聞いたあたりから変わって、あるいは茨田律子、あの菊池凛子さん、この方も大変な講演でしたけれども、聞いて自分で気を取り直して、で木曜日、かなりネットでも話題になりましたけれども、ほぼ2人の対話、福来スズ子、羽鳥善一の会話だけで、僕は君に本当は嫉妬してたのかもしれない、で君に去られたらもう羽鳥は終わったと言われるのが怖かったのかもしれないっていうようなことを言ってて、スズ子さんの方はそのオープニングの人形が踊るやつと絡んでるのか、そのイメージを絡ましたのか、私は最高の人形でいたかったんですっていうようなやり取りですね。感動的な、私思ったんですけど、今回のブギウギってすごくいい出来っていうか楽しく見れたんですけども、もちろんね、あの売れっ子くらいスズ子が家の中では随分暇そうにしてんなとかいろいろありましたけど、あとコンサートと言いながらどう見ても1曲2曲しか歌ってないようにしか見えないんだけどなみたいなのありましたけど、それはもう、なんていうかな、ゲスの勘繰りというもので、本来ドラマとしてはあれでいいわけですけども、ドラマのカタルシス、このガーッと終わってきますよっていう瞬間が大体歌って終わってましたでし
歌って終わるということは、それまでキャラクターたちが持ってた感情をセリフとか見ごなしで表現できないわけです。スズ子だけはステージでわーっとやれるけれども、他のキャラクターたちはみんなそのスズ子を見ながら謎が、あるいは苦しみが解けていくというところで、全体が前にぐんと進むっていう作りになってたでしょ。で、それが今回は最終回でもろに全面的にやったなと、特にうまいなと思った、私がいいなと思ったのは、茨田律子役の菊池凛子さんの涙ぐみ方。あ、この人も今こういう風に感じてるのね。あの芝居ないと、茨田律子どういう、淡谷のり子先生をモデルとした茨田律子がどう考えてたかってちょっと分かりにくいかもしれません。そういうのをまとめてバーッと、その、客席を通して撮りながら、最後に鈴子のカタルシスをゴーッとやってて、そこで終わらずに日常的な場面をちょっと入れる。このあたり見事な構成だったと思います。何よりも草なぎ剛さんがいかにこのドラマ全体を支えていたか、もちろん、趣里さん素晴らしいんですけれども、ほぼ対抗する存在としてやはり草なぎさんのあの芝居があったんだなと思った次第です。ブギウギというドラマ、まあ私は最初の動画でも言いましたがね、1ヶ月前の、笠木静子さんというのがうち の, 亡くなった親が好きだったもんですから、気にして見てたんですけども、それから私が水谷豊さんの大ファンということがありまして、非常に、楽しく見れたドラマでした。これで一回終わりということで、もうすぐ次の朝ドラが始まるわけですけども、ロスという言葉が流行ってますけども、ブギウギロスという年でもないんですが、ちょっと寂しいかなと思っております。今日は朝ドラの最終週、草なぎ剛さんの公演についてというところで勝手なお話をさせていただきました。5分で終わりますと言った割には7分くらいかかってしまいました。すいません。よろしければチャンネル登録といいねの方もお願いいたします。それではまたお目にかかります。失礼します。